はい、ゆきでーす。今日はですね、でかい、この、スーパーでかい、荷物が届きました。ね、こちらはね、開けていきたいと思います。かねてからね、欲しかったんですが、ね、開けまーす。サカ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 サズバズバズバッ。わが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 ということで、じゃーん、じゃじゃん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 。これ割れ、気をつけないと割れる。気をつけないと割れる。じゃじゃーんって、あれ取れない。じゃじゃじゃーん、こちらでーす。こちらでーす、ということでね。買ったのが水槽なんですけど、フワガ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 じゃーん、こちら、ね、はい、ことぶきということぶき会社、ことぶき会社、フレームレス水槽のキューブ300ミリ×300ミリ×300ミリという、合計25リッターの、ね、合計25リッターの、合計25リッターの水槽、アマゾンで、上位にランクインしてる、あの、キューブ水槽ですね。そちらを購入しました。はい、ことぶき。レグラス。というね。これなんだこれ。まあいいや。じゃじゃじゃーん。これなんだこれ。ああ。で、ここにですね、メダカくん、今までね、2、3週間ほどね、オグサル病だったんで、薬浴させてたんですよ。で、その子をですね、まあ、その子たちを、もうそろそろ多分治ってるんで、うん。この中にね、入れたいんですが、とりあえずですね、ここに、うん。まあ、入れていきたいと思います。そして、今回は、この水槽の立ち上げということで、買ってきましたのが、これ用にね、買ってきたんですけど。おぉ、結構いいですね。うん。結構重いですけど、まあ、うん。この縁がね、いい感じの。ダイソーでですね、これ用の土を買ってきたんですよ。赤玉土。赤玉土を、ダイソー産業で赤玉土を買ってきたんで、こちらをね、敷いて、こちらをと言ってもこれね、これでーす。ダイソーの 1.5 リッター赤玉土。ね、値段が100円という。ほとんど崩れてますけど、これ大丈夫ですかね。これめちゃくちゃ崩れてんじゃねえか、おい。ほとんど砂だぞ。おい、こら。
これはちょっと赤玉土がほとんど土化してるんだけど。これ大丈夫なのかこれ。さすがダイソー。赤玉土ってさ、普通さ、キューブ状こんぐらいのさ、大きさなんだけどさ、ほとんど崩れてんだけど、その。やべえ。じゃ、とりあえずね、こちらの水槽をですね、これなんだ洗っていきたいと思います。まあ、新しく使うんで。とりあえず洗ってきました。ということでね、ダイソーのね、この赤玉土をね、早速投入していきたいと思います。ほとんど砂です。砂ですね。あー、しくったな、これ。アマゾンで赤玉土買えばよかった。ダイソーです。ダイソーが好きすぎてさ、ダイソーでいっかーみたいな感じでさ、買ったんだけどさ、ほとんど土だよ、これ。玉じゃねえよ。玉じゃなくなってる。多分。入れまーす。これ一袋だと足りないかも。1.5 リッターって書いてあるから。まあ。30センチキューブ水槽だとちょっと、2袋ぐらいいるかもな。もう1袋ぐらい買ってきた方が良かったな。まあ、ええわ。まあ、こんな感じ。こんな感じになってます。見た感じは、ほとんど、あ、でも。少ねえな。これじゃ少ねえな。ほとんどあれですよ。ほら。1センチ、厚さ1センチぐらいしかないな。本当は水草植えたいんで、あの、アナカリスをね、植えたいんですよ。アナカリス植えたいんで、せやなぁ。まあ、あと2袋ぐらいいるか、これ。あと多分2袋ぐらいいるんです。いるね、これ。ああ。ダイソーで買ってきてもいいんだけど、やっぱアマゾンとかで。多分アマゾンとかで買った方がええな。この感じ。見ると。ね。まあいいでしょう。いいでしょうって何がいいのかわかんないですけど。まあええわ。とりあえず、ね、入れましたんで、あとは、水ですね。カルキ抜いた水を入れますが、用意してないんだよな、水。うん。まあいいや。とりあえず、ね、これを場所を決めないといけないんで、あそこで、あそこ、あの、ザリガニ水槽があるんですけど、あそこの左の方に、あれ、あそこに置きます。あそこに置いて、はい、ということで水を入れ終わりました。結構濁ってますね、あれね。まあ、濁ってるのは、まあ仕方ないですね。とりあえず、濁りは、あの、24時間ぐらい置いて、置けば、まあ、OK です。うん。まあ、とりあえずね、24時間ほど、放置してから、あとは、せやな、あの、赤玉土もちょっと追加して、行きます。うん。それでは24時間後。はい。ということでね、新しい、赤玉土、届きました。ね、5リッターのやつを買ったんですけど、まあ、値段が、これいくらだったっけ ?300 円ぐらいだったか。結構安かった。5リッターでね、300円ぐらいだった気がします。3、400円。
まあ、これをね、適当に、入れて、見たいと思います。中粒ですね。中粒。中粒、硬質赤玉土。ね。これ入れたいと思います。はい、赤玉土ね、入れ終わりました。そして、水も、入れまして、流木もね、3個設置したんですが、1個まだ浮いてんので、ちょっと、あれですね。ほっといて、ちょっと沈むまで、はい、様子を見たいと思います。そして、アナカリスと、あと、チャームで買ったね、水草ね、を、中に適当に入れまして、そして、奥にあるのが、ろ過ボーイプロの、さらにこの、なんか、ブクブクって出る、上から出るやつを買いまして、これでね、あとはまあ、生体を入れるだけなんで、とりあえずね、まあ、OK と。これでまあ、30センチ水槽ね、OK。で、現在、この、赤ひれちゃんをね、11匹、ね、入れたいと思います。うん。まあ、チャームで、赤ひれ買ったんで、これをね、今、水合わせ中なんで、まあ、しばらくしたらね、入れたいと思います。ということで、30センチキューブ水槽の立ち上げでした。ご視聴ありがとうございました。